実験大好き MNL です。今回の話題は THD75、 やっと発売時期が決定いたしました。来年1月下旬頃から発売予定だそうです。当然ですけど THD74 の後継機種、伝統のワイド受信ですよね。こちらのワイド側の受信、仕様が SDR にならないのか。前回もね FT710 でね、間違った予想を立ててしまって誠に申し訳ないんですけどね、今度こそはね本当じゃないかなと思ってね、さらに妄想心高まっております。 SDR 大好きです。まあぜひともねその夢語っていきたいなと思っております。この THD75 売れるかどうかもね大胆に予測させていただきました。 THD75 特徴はもうすでに1年以上前からね発売されるって言いながらね、多分マーケティングとかね材料のね入手の都合があって伸びたんじゃないかなって噂されてるんですけどね、やっと発売にねこぎつけたんじゃないかなと思います。ネット上でもねかなりの情報上がってると思います。まあ詳しいことはねメーカーのね公式ホームページよりねご覧いただければと思います。一番の重要なポイントは他社を圧倒する高級路線、お値段が THD74 でもねかなりの高級機種だったと思うんですけどね、それよりもさらに約1万円アップの約9万円コース、ハンディ機で9万円です。これはなかなかいいとこまで来たんじゃないでしょうか。当然ね THD74 製造中止後からね中古の価格が高騰して、やっとねこの D75 の発売で下がるのかなみたいな形でね、ある意味人気のあるねハンディ機ではあったと思うんですけどね、とにかくねまずはお値段が気になっております。約9万円、このハンディ機どうなっていくんでしょうか。このハンディ機もう他社を圧倒している性能っていうんですか、まあ詳しいことはねメーカーさんのホームページ、当然 D74 の機能もねかなり引き継いでおりますからね、まあそのことを考えればねもう完璧な独自路線、もう値段など考えずにね他を圧倒する高機能でね押し切っていってるようなね販売体系じゃないかなと思います。 THD75 広域受信方式は、この TH のね D74 先代の無線機の方もね当然これ受信機2台内蔵されております。でこちらの方で、ね、スペック表概要欄の方に書いておきますけどね、片一方がダブルスーパーヘトロライン方式で、もう一つがトリプルスーパーヘトロライン方式っていうので、基本ねどちらもアナログの方式で、最後にね低い周波数で DSP のね処理はかかってるんじゃないかなと思っております。で今回のね THD75 同じくね受信機2台内蔵されております。私のね妄想の世界ではね、片一方は従来通りのアナログ、もう片一方はねそろそろ SDR をね積んでるんじゃないかなとね妄想しております。ハムフェアの時にもねなんとなくお聞きしたんですけどね、なんとなくしか回答いただけてはないんですけどね、スペック表見ましてもねどこにも書いてないんですよ。まあもうちょっとね公式の発表が出たらね、もうここにねアナログ方式ですって出てねがっかりしないといけないかもしれないんですけどね、今のところは公式にねまだ発表がないような状況です。とにかくね夢を考えますとね、広域側の受信はねこれ SDR かもしれないと思ってね妄想モードに入っております。多分なんですけどね、搭載されてるようでしたらねダイレクトコンバージョン方式がねついに搭載されたんじゃないかなとね思っております。私の方の動画でもねこの SDR のダイレクトコンバージョン式、詳しいことはねこちらの方見ていただければねいろいろ情報を上げております。意外とねこれらのハンディ機搭載されております。実はアルインコさんの方のね受信機の方、この有名なやつもねサブにはね SDR が搭載されております。まあ実際これ見ていただいたらね分かると思うんですけどね、 FM ラジオ放送はダイレクトコンバージョンで書いとんですよ。これがまさにね SDR の証です。受信の方はね従来の D74 と一緒だと思います。トリプルスーパーヘトロライン方式プラス DSP を使ってるんですけどね、片一方はねサブ的ですけどね、 FM 放送はねダイレクトコンバージョン方式使われております。いろいろとね74と75見比べてみました。そうしましたね、カタログから DSP っていう言葉は取り急ぎ現時点では消えているようです。でこれ D の74はね IF 受信フィルター搭載、
高性能 DSP による音声処理って書かれてるんでね、 DSP っていう言葉が残ってるんですよ。こちらの方がね D の75です。 IF 受信フィルターはね搭載されてると。でまあこんだけのね帯域変えれます。間違いなくね DSP またはその上を行く SDR を搭載してるんですけどね、この特徴欄にはね従来通りの DSP が書かれてないと、ちょっとここがね少しだけ臭いなと思っております。この辺がね他社同様ねこの SDR と書かない戦術を取ってるのかなと。受信機がね SDR ですとソフトでね大きく差別化できる可能性があるっていうんですか、 DSP 方式よりはね SDR 方式の方がソフトでねいろんなことがねできると思いますからね、この辺がね多分次の勝負の見せ所じゃないかなと。息の長いハンディ機だと思いますからね、サブの受信機 SDR をね採用しておりますとね、ソフトの入れ替えでねとんでもない機能がね実装されていくと、当然対応してないねモードにも次々対応していく可能性はね十分あるんじゃないかなと思っております。 THD75 売れるのか。当然ねこの THD75 9万円コースです。まあ実売価格はねもうちょっと下がると思うんですけどね、それでもかなりね高級な部類だと思います。まあ最近でしたらね、もう単純な2バンド仕様でしたら2万円で買える時代っていうんですか、アイコムさんのね無線機非常に評判いいんじゃないかなと思うんですけどね、機能は限定されておりますけどね、非常にこの2機種2万円前後で販売されてますけどね、人気あるんじゃないかなと思います。先代の THD74 中古でもね高騰してます。 THD74 のね中古価格が高いということがね逆に D75発売するきっかけになったんじゃないかなとね個人的に思っております。まあそれでも9万円超えのハンディ機ですよね。まあ買えないことはないと思うんですよ。まあそれでもねかなり高い部類だなと思っております。高いハンディ機って今ありませんからね、他社にないっていうことでね一定のニーズ買ってくれる人はねいると想定されていると思っております。 THD75 最大のライバル、当然ね THD75 無敵の高機能無線機ですからね、ライバルがないといえば間違いなくないと思うんですけどね、まあ、ちょっとその辺をねいろいろと妄想してみました。基本的な機能は一緒ですけどね、高機能ではないんですけどやはり安さ炸裂してます。2万円台のハンディ機ですよね。これらのハンディ機、まあライバルじゃないとは思うんですけどね、全く無視することもねできないと思います。であとはね 1.8 メガから430メガまでオールモードで対応できる IC705、 この有名な無線機ですよね。この無線機、まあ当然ね大きさも違います。ハンディ機というてもハンディ機ではないんでね、ライバルでないんかもしれないんですけど、とりあえず言えることはね、お値段の方も最近この IC75 だいぶ下がってきてるんですよね。 D75 よりちょっと高いんですけどね、買えない価格でもないと思うんでね、意外と IC705 無視できない存在じゃないかなと思います。先ほどもねご紹介いたしましたアドインクさんのね DJ-X100、 こちらの方もねなかなかね魅力的っていうんですか、当然送信はできないんですけどね、受信においてはね非常にね強力なライバルじゃないかなと思います。近日中にねそろそろ発売されるかなと言われてるアイコムさんのね ICR15、 こちらの方の無線機ですよね、ハンフェアの方でもね発表されてたと思います。近日中にねもっと詳しい概要がね発表されるとは思うんですけどね、この無線機もねデュアルなんですよ。ただし回路はアナログとは聞いてるんですけどね、この受信機自身もね全く無視できないと思っております。ある意味 THD74 時代よりもライバルがだいぶ多いっていうんですか、まあライバルでないといえばライバルじゃないんですけどね、でも無視は多分できないと思うんでね、 THD74 時代よりはね少し苦戦するのかしないのか、まあその辺がね個人的に気になっております。まとめの方させていただきます。ほんと THD75 ですよね。性能面とか価格で、あとは個性的な機能という面ではね、さすがケンウンドさん、すごい無線機出されたなと思っております。ユーザー側からしますとね、ただいさえ無線機少なくなっております。非常にね選択の幅がね広がるんじゃないかなと思います。先代の THD74 ですよね、この名機を超えることができるのか、まあ、とにかく息がね長いトランシーバーにはなると思うので、当然ソフトウェアでね機能がじゃんじゃん増えていくと私は思ってますからね、発売当初よりもね
後半の方が面白い機会になるんじゃないかなとは思ってるんですけどね。まあそれでもね、D の74超えることができるのかね、ちょっと気になっております。引き続きこの辺はね、ハムショップ含めてね、追跡調査の方かけていきたいなと思っております。オーストラリアでお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。